どうもどうも、ロマンシングサガリユニバース無課金野郎です。本日は、4周年サルウィンガチャの続きを引いていこうかと思います。というのも、新ガチャが来ているんですけど、12月9日の時点で新ガチャが来ていたんですけど、まあまだ様子見のガチャだなというふうに思いました。アーニャ編、アーニャ編じゃなくて最終工程男編、まあ引くならこれかなって感じですね。そして、最終工程女編、こっちはスルーかなと今考えてまして、そしてリアムガチャ、リアムガチャはちょっと持ってるスタイルが、2体もあるので、もうリアムはスルーかなと、思った次第です。そしてまあそれらをいろいろ考えた上で、70連まで引いていて、サルウィンだけ取って途中でやめてたガチャを、やりまして、シェラハを天井まで追ってでも確保しとこうかなという結論になりました。まあ運命の回廊をまあサルウィンまでもうクリアできてるので、シェラがなくても大丈夫といえば大丈夫なんですけど、まあ、残り80連でシェラが取れたら満足かなと思いましたので、天井まで追ってでも、取っとこうかと思いました。それでは、シェラが当たるまで天井覚悟で残り80連を全突破。ジュエルは328032ジュエルありまして、ちなみに、サルウィンガチャを引く前は、322,292 ジュエルありましたので、なんだかんだで、4万ジュエルぐらい配布されていたようです。それでは運命の、10連目いってみようかと思います。シェラハ当たれば即撤退、追加の10連、つまり80連目でシェラハ来い。はい、マコが走ったレバーを引くのよ。ピコーン、キック爆発なし。恒例の、お釈迦様オカルトをやっていこうかと思います。100連目、120連目すり抜けで、おっと、はい、マコ走った、レバーを引くのよ。爆発はしません。おっと、マコキックなし爆発です。珍しいパターン。ピックアップ2体確定です。はい、サルウィンです。はい、ですです。天井まで追えば、シェラハも集まってコンプ完了です。30連以内に、シェラハが来た場合も天井まで追って過去スタイルで欲しいのがいるので、それを狙おうかと思います。ですので、残り30連で残り30連で、シェラハを引けるかどうかの戦い。はい、ですです。
最後なんで、スマホひっくり返しオカルトをやっておきましょう。ここでシェラが来たら最高のタイミングで天井を迎える。はい、何も走らない。レバーを踏む。爆発もしません。はい、爆死でした。天井でシェラハコンプ、シェラハ獲得でコンプでした。サルーイン2体、デス2体、ハニワ1体、シェラハ天井交換という感じでした。まあもっと早くシェラハが来てほしかったっていう気持ちはありますけど、まあよしとしましょう。では4周年ガチャはまだまだ続くと思いますので、様子とかを見ながら今後も回すガチャ、回さないガチャを、決めていこうかと思います。それではまたお会いしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。